面白商品の開発でおなじみの参考が先週発売したのがこちら普通のイヤホンにしか見えませんが音楽を聴くためのものではないんです街の人に試してもらうとお風呂使ってる感じめっちゃおっとくい回路を耳に入れたみたいな感じ回路 耳の中がじんわりあったかくなる商品ですヒーターが内蔵されていて耳の中を温めることができるんですではどんな時に使うものなのでしょうか寝る前に耳を温めるとすごく寝やすいという声をいただいてましたので就寝時のリラックス効果を狙った商品3段階の温度調節が可能で 30分経つと自動的に電源がオフになるそうです。